こんにちは。食事で結果を出す専門家、柏原幸男です。お腹から痩せる食べ方という本を出しての裏話なんですけれども、1冊目の本を出すということで、とにかく私が伝えている理論、食事法をシンプルに分かりやすくまとめてほしいっていう出版社側からのご要望だったんですね。最近の傾向として文字が多いと読んでもらえないと、なかなかこう、そうですね、活字を読む人が減ってきてるというところもあるので、簡単にパッと読めるというそんなところも本の企画として重視したポイントでして、実際この本文字数意外と少なくてですね、さらっと一冊読んでしまうことができるというのがあります。そんなところで、そうするとですね、伝えたいことを丁寧に説明するのが難しかったり、文字数が多くなってしまったところは結構バッサリ削除されたりというところがあったので、こんなにシンプルに伝えてどこまで伝わるのかなっていう心配もありました。で、その結果としてですね、分かりやすいって簡単に読めてとても理解できましたとか、読みやすかったですっていう声すごいたくさんあったんですけども、一方ではやっぱり説明不足の部分に対してツッコミもいろいろあったりとか、こんなこと言っていいのかなんてお叱りもあったんですね。で、そんな分かりやすく伝えることのいいところ、あとそれでカバーしきれないところっていうのもたくさんあったんですけれども、一つはそうですね、食べ方の中で、よく噛むっていうことが実はすごく重要で、このご飯を主体にした食事って早食いをすると驚くほど結果が出ないというそんな傾向がありまして、噛むことの大切さとか食べることにかける時間ですね、食事を何分で食べてるかっていう、そういったところの食べ方がすごく重要なんですけども、その辺が私が思ってたより伝わりきってないなというところがありまして、それで言われた通り食べたのにうまく結果が出ないなんていうそんな方もいらっしゃってですね、電話なんかでクレームというかご相談があった時に、そのバランスを変えてみてとか、食べ方についてちょっとその方がうまくいってなそうだなと言ったら、その食べる方法についてもうちょっとアドバイスをしたりっていうことをした時に、変えたらすごく良くなりましたなんていう方もとてもたくさんいらっしゃいました。で、そうですね、もう一つですね、同じものを食べていても、同じように食べていても、その体の変化の違い、変わり方の違いがかなり個人差があるというのは、改めてこの本を出して感じたところなんですけれども、何が影響して違うのか、どうしてそんなに個人差が出るのかっていうところについて次の動画でお伝えします。はい、お腹から痩せる食べ方の裏話、次の動画もご覧ください。チャンネル登録はこちらです。